はい、お疲れ様です。お疲れ様です。もう人ないよ。まだこっからは見えんもんな。はい何が起きて何なん説明しろ。僕もちょっとその後から聞いた報告なんで朝、うん、あ、もう先に現場に撮ったんだ。いや、住み込みしとったんですよ、うん、あっちの方で、うん、で、音も何も聞こえなくて、うん、それファンタから聞いて、うん、どうぞ撮ってるんですよ。あ、カシャーンって聞こえて、ここに映るの？いや、アンチです。あ、ガラス落ちてます。アンチ揃っとるじゃないですか。おあの勢いであんだけ下がっとるんですよ。はぁーそう、ガラス落ちとるぐらい。はいなんでお前こんなところにぶつけたの？この列だけ。でもこれカラーコーンとかしてねえのかな。いや、それ聞こえないよ。対策をしてからすごい音したっすね。何乗ってた？いや、僕乗ってないですけど、ここ見てカシャーンなんでお前も一人でバックピンピンしようって。なんもないと思って。いや、この列だけ見えなくて。でも、また高くあるよそんなギリギリ、この列だけあの列しか見えなかったら、お前そんなギリギリ走ってかんよね。何だよ、普通バックモニターに映ってない。バックモニターちょっと今時の子はバックモニター頼るんですよ。んだから事故りが多いんですよ。バックモニターない。もう頼るもんで、今時の子って事故りが多いんですよ。で、昔ってバックモニターないじゃないですか。うん、出たことしたら確認とか、ってサイドミラーも見るし。ああ、そういうことな。そうです。今時じゃねえ。今時じゃないけど多分機能があるんで、それに頼っちゃってる。だけど映っとったのかい。いや、確認して、で、右のミラー見ない。ああ、じゃあなー。あ、で、これしか見えてなかったから、たぶん。まあ、こういう、ガイドランダーでカラーコーンするとか、だから、対策だよな。はい。まあ、ちょっと見ようか。まあ、じゃあ。シルクじゃねえ、これ。こんなもん？なんか、ぐしゃいとがあんの。あんなにアンチ動いたの。何そんなスピードだったのかな。コンじゃないの。いや、結構ここだよ。クシャーってなら。いや、で、後ろ見に行ったらあれと思って追われてるだけやもんね。なあ、例の仕事じゃん。違う可能性あるな。例の可能性ある。いや、例の可能性は絶対ないですあれに関しては関係ないと思うんですうわー、これ映した。映しました。まあ、こっちからな。はい、この辺とな。まあまあ事故はまあ大したことないでいいんだけど、もう修理して、まあ、ちょっとそれ本当考える。まあちょっとね、俺も話したが、まあちょっとここ最近たぶん事故、まあでもそれは聞いとったな、お前のやつは。はい、まあ、一応連絡するように言っとったんだけど、なんか連絡がねえとか、岡部が2回連続で事故ったとか、はい、んかそんなんあって、まあまあもうコメント欄あれそうだけど、まあお前はもう責任、もう何らかの責任かぶれよって。ボーナス引きとかでもいいかもしれないからな。で、全額とかじゃなくて、まあ、1回事故行くやとかもいいけど、なんかもうだってこういうのもさ、そのさ、まあ今日こっちにほんと言ったけどさ、で、僕関係ないですよ、じゃなくて会社全体でやっぱ不注意なバックスの時はちょっと狙うとか、はい、何考えるんだろう。現場でも同じだ。だからそれがないような対策みたいな感じだ。あるから起こるじゃなくて、ないように、はい、あれカラーコーン巻い材料とかカラーコーン巻いておくとか全然はい、まあちょっと大した事故じゃありませんけど、何分喋った？5分です。もうちょっと何か喋ろうか。長いか。反省ない。すいません。まあ、黙って、えら反省しようなんて。野球？野球？すいません。お前、どういう意味で言ったんだ、お前。今日、昼話して。ああ、まあいいよ、今日も。遅いし。はい、まあまあいいわ。ちょっと短い。ちょっと今日の動画は短いですけど。まあ事故、まあこれ対策つけようか。じゃあ一緒に、まあ、対策考える。はい、はい、まあ一緒だよな。だ、現場も3人で行って見つけたやつが責められるんじゃないか。みんな一緒に行ったやつがみんな責められるような環境作りとか。はい、以上になります。皆さんまた頑張っていきますので、ぜひ応援お願いします。お願いします。お願いします。せーの、おいでー。